東京オリンピックの開催が1年後に迫る中、運動の大切さを理解してもらい、大会に向けた機運を盛り上げてもらおうと、今日から都庁で毎日ラジオ体操に取り組むプロジェクトが始まりました。手足の運動をしっかりと曲げて、余裕のある方は都庁では午前9時ごろから小池知事や区市町村の職員らおよそ80人が体を動かしました。みんなでラジオ体操プロジェクトと呼ばれるこの取り組みは、都内の企業や都民に1日1回ラジオ体操をすることを呼びかけるもので、健康な体づくりや1年後に迫った東京オリンピックの機運を高めるのが狙いです。7月24日東京2020大会までちょうど1年前となりました。これから健康を確保する、増進をする、そして機運を醸成する、この2つを目的にですね、いろんな工夫、そしていろんなイベントを作り上げていきたいと思っています。そしてこのラジオ体操もその一つでございます。プロジェクトは今日からパラリンピックの閉会日にあたる9月6日まで行われ、都庁では毎日午後3時ごろに一斉にラジオ体操が行われます。